皆さんこんにちは、松崎です、今回はレッスンコーチをしている小島さんと、試合をします。ガチ試合を。で、小島さんは、日本で最強のペンツブと言われている、まあ、コーチなのでペンツブでやってる姿見たことない。間違いない。山口さんとたまにちょっと入ってやったぐらいで、試合は本当の試合ではやったことないですし、大会でペンツブと多分、まあ、記憶にはないですね。人生で初めてペンツブと試合をする。多分、まあ、山口さんと3ゲームはやりましたけど、多分5ゲームやってないですよね。そうですね。プレー自体僕はあんま見たことないので、うん、本当にもう未知ですね。だけどまあ、全日本2位になったんで、まあ、その多分パフォーマンスというか、ちょっと思い切りやってやろうかなと思います。小島さん、試合見ました？全日本で試合見ました、ね、その後自分が対戦すると思ってどうでした？震え上がりました、ね、頑張ります。お願いします。お願いします。皆さんに強くなってもらうためのケンタ塾という卓球オンラインサロンをやっています。2月の配信動画の説明をします。1つ目が社会人に対するフォアハンドドライブ、2つ目が
ダブルスの練習メニュー紹介、3つ目がチキータをした後のバックハンド、その後バックサイドに振ってもらってそれをバックハンドで打つ打ち方、4つ目がミドル処理の仕方、その4つを2月は紹介しています。配信動画に加えて2月は試合動画の解説をやります。ケント塾では今までいろんな方から教えてもらったことだったり、その教えてもらったことに対して自分でいろいろ考えて探した技、戦術だったり、そういういろんなことを伝えています。詳細は概要欄にホームページを貼ってあるのでそちらをご覧ください。たくさんのご入会お待ちしております。それでは本編をご覧ください。
勝ちました。ありがとうございました。ありがとうございました。タッキチのデスカットを撮る機会が結構あって、それより消えてますね。やばかった。1本めっちゃ上に上げてネットの下ら辺になったんでびっくりしましたね。初めやっぱり慣れるのに苦労しましたね。全然角度合わなかったんで。小島さんはどうでしたか？いや、まあ、当たり前ですけどめちゃくちゃ強かったです。ありがとうございます。めちゃくちゃ低いところから見えづらいものが出てきて、いや、ただ打ち抜かれてるだけですけど、めちゃくちゃ汗かきました。冷や汗ですかね。冷や汗がすごい。全日本とかのスーパーぐらいまで行ってました。スーパーまだ行ってないですね。松平さんがスーパーシードで、その下行ってました。その下に入ってて、一個前に負けて、そうなんですね。はい。じゃああと1回勝ったら当たってた。あと1回勝ったらなんですけど、その1回はあの 3-0 でボコボコにされたんで。でもやっぱりそうやって全国でもその2回勝ったってことですよね。そうです、2回勝ち、2回勝つ理由が分かったですね。やっぱりなかなか打ち抜けないですし、まさかあんなに切れてるとは思わなかったですね。で、僕も緩急つけてやってたんで、ちょっと回転かけなかったり、それでやっとミスってくれるって感じだったんで、普通にまともにドライブかけたらもう永遠に強烈な下回転が来るので、もっと小島さんが僕のボールに慣れてればもっともっと落としたと思います。それぐらい強烈なスピンがかかってました。小島さんのチャンネルがあるんですよね。あ、はい。そっちにも別の動画が載ると思うので、そちらもご覧ください。ではガチ試合ありがとうございました。ありがとうございました。